はい、今回はスパイファミリー第24話、母役と妻役、友達と買い物が放送となりましたので、毎回と同じく振り返りや原作との違いなんかをやっていこうと思います。スパイファミリーのアニメを残すとこあと数話、まあおそらくね次回最終回だと思うんですけれども、まあ公式でもねクライマックスと記載されていたので間違いないかなと思います。分割2クールで日々を彩ってくれたスパイファミリーも終わると思うと寂しすぎますね。もちろんここで終わりではないと思うので続編に期待です。そんな終盤回である第24話では原作でも人気な回となるエピソードですね。第2クールね、意外とこう盛り上がりに欠けるかなと思いましたが、構成でしっかりこう持っていかれたという感じがします。もちろん原作との細かい違いもたくさんあって、アニメらしい表現で楽しめた回だったので、もう一度見返したくなれる部分をピックアップしていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見やご感想、ここも原作と違いがあったのであればコメントいただけると嬉しいです。いつも詳しい解説、たくさんのコメントありがとうございます。動画制作の励みになっております。電動古典チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーや機動戦士ガンダム、水星の魔女などジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、電動も頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。前回までの数話は帳会となっていて、こう原作ファンも納得の仕上がり、いやまあぶっ飛んだ具合にはなっていたので、めちゃくちゃ楽しかった回でしたよね。私も何回も見てしまいました。まさに神回。一区切りしたところで第24話へ。今回もねオープニングからのスタートですね。このスーベニアもねあと少しなんで、ちょっと押してる感も感じます。放送当時は秋クールだったので紅葉だったんですが、季節は変わっていくのを改めて感じさせる、そんなアニメーションだと思いますね。前回第23話では原作34話まででしたが、今回は原作35話からとなっています。ちなみに原作最新話は72話となっているので、アニメではようやく半分終わったということになります。前半はね母役と妻役、ロイドと夜のデート回ですね。この回もめちゃくちゃ好きなんで嬉しいです。冒頭こうぼーっとしながら街灯にぶつかる夜、これは前回の最後ぼーっとしていた夜からの続きになりますよね。街灯の支柱にぶつかるのも原作だとぶつかるだけでしたが、アニメではこう跳ね返るような描写が入っていたので、細かいですがこのあたり人間らしい表現ですよね。まあ夜さん人間かはわかりませんが、おなじみのね近所の奥様方の雑談もしっかり入っているので、このあたりもアニメならではとなっています。夜のぼやき具合もいい感じですね。ご婦人たちが浮気だと騒いでいるところをロイドが目撃します。男はそんくらいされないと懲りないのよとね、こう秘密警察の通報されたというセリフがありましたが、ここカットになっていました。ロイドはね帳のことを気にしている夜が万が一秘密警察の弟ユーリに相談したらという妄想をしますが、こちら原作だと保安局の総力をかけてという部分が総力を上げてになっていたのと、夜の前なので保安局という立場は隠しているので心の声と原作はなっていましたね。アニメではそのまま丸出しとなっていました。あくまでロイドのね予測妄想とはなっているので、ややこしくなることも考えてそこまでする必要はないですよね。そして久しぶりの本編登場、フランキー。以前過去のアニメ界で暗号を解くエピソードがアニメオリジナルで追加となっていましたが、今回第2クールでは圧倒的に登場回数が少ないフランキーのための回だったとコメントを教えてもらって納得でしたね。でこのシーンなんですけれども、原作ではグハハハ追い詰めたとボンドマンでしたが、冒頭はねもじゃじゃじゃとなっているので、これおそらくアドリブで追加されていたのだと思います。もしくは過去の回で良かったから追加されたのか不明ですが、原作から変更となっています。もじゃもじゃめっちゃ言ってますよね。これお城で助けられごっこの時にアレンジされたものとなっています。色が変わる不思議なペンの下りも同じで完全に小森専門です。フランキーはフルスビーをロイドに投げつけます。ぶち当たるあたりねロイドめちゃくちゃ油断してますよね。まあフランキーを信頼している証拠なのかなとも思いました。なんでお前が出かけるたびに呼びつけるんだはねカットされていましたよね。ロイドのノリノリで遊んでたくせにもですね、この辺短縮されています。ロイドがフランキーにお金をちらつかせるとめちゃくちゃ怒ってますが、相変わらず現金具合でスーパーシッターになってくれます。ロイドは仕事終わりの夜と待ち合わせ、飲みに行きますが、原作ではたまには夫婦で飲みに行くのもいいかな、まあ、カクテルが美味しいお店があるとなっていましたが、単純にたまにはお酒でもどうかということになっていて、行きつけのお店へ誘うということにちょっと若干変更になっていましたね。お店も原作と同じで、注文したお酒も同じですね。このレッドクイーンなんですけれども、オリジナルカクテルとなっていて、ディズニーのハートの女王のカクテルと同じと言われています。度数ね、20度から30度くらいなので、相当きついお酒となっています。夜は逆にね、不審に思っていますよね。今回は帳は回想で登場となっています。妻役交代ではないかと勝手に想像。早速フィアノのことを口に出され、ちょわーすとね、めちゃくちゃいい反応してましたよね。早見沙織さんの演技が光ります。夜の妄想は膨らみ、利害関係の話、プライベートに立ち入る権利はないですのところで、アニメでは震える夜の手が描かれていましたね。強い感情であることをこの描写で伝えるのはすごいいいなと思いました。夜はこの生活を続けたいという言葉が出ません。建前と本音というやつですね。
ここで夜の思うこの生活が改装されますが、アニメでの追加となっています。まあ、イチャイチャの下りとね、ドッジボール大作戦の特訓、ちなみにアニメオリジナル回がここで改装されていました。酒の力を借りて喉を開けと言いますが、コメディ感がアニメだとかなり強いのがいい感じです。この時点で20度か30度する酒を流し込んでるというね、とんでもないことをしています。夜にお酒を飲ませちゃダメなのは皆さんご存知の通り、すぐにろれつが回らなくなり、ロイロさんになりますよね。お酒を置く時の音が店内が揺れそうなくらい激しいです。お酒の力を借りてフィオナとの関係、思いを聞きます。この言い方、一瞬何を言ってるのかわからないくらい酔っ払ってるのがわかりますよね。ヒークの言い方がもう癖がすごすぎました。ガンガン突っ走る夜、ロイドはフィオナのことは仕事仲間だというセリフでは、原作ではあいつが暴走しているだけでと言えないと言っていましたが、この辺はカットとなっていましたよね。ロイドは夜の感情が恋愛感情であることを察知し、0.1 秒で計算、黄昏モードで利用しようとします。ドキンコメーターをね、しっかり再現してくれてたのは嬉しいですね。そしてドキンコメーターが爆発しそうになった演出はアニメならだとなっています。そしてこの強烈な蹴りがドキンコメーターを割れたとともに、ロイドの顎にお見舞いします。宙に舞うロイドとは思えない表情もしっかり再現できていますよね。浮いている姿はアニメの再現で可憐に着地。しかし本作最強と言われている夜の一撃はさすがの黄昏も立っているのがやっと。ロイドは真の拒絶だと捉えて恋愛感情ではないとうぬぼれていたと反省します。夜といると調子が狂うと思いながら気絶します。昔よく聞いた子守歌で目覚めるロイド、ここかなり重要ですよね。また別動画で掘り下げようかなと思っています。まあ焦るロイド、共感にしごかれた時以来の気絶の部分も同じですよね。やはり夜さんは別格となっています。原作では腕力なのか脚力なのか夫を蹴飛ばしたことなのかとありましたが、こちらカットとなっていましたね。ロイドが母について語り出します。この時のね、こう間の開け方、めちゃくちゃ絶妙で良かったですよね。結構無言の間があって、それだけロイドの本音が夜に語られる場面なんですよね。この場面、最新話まで見るとまた違った意味で捉えれるので、めちゃくちゃおすすめなシーンだと思います。夜がね、安全基地になってくれているという部分だったりとか、アーニャに対しての母親としての姿から夜の強さを評価します。まさに最強の安全地帯ですよね。母親の強さを言います。フィオナには育児のスキルがないのところもしっかり再現。スパルタね、フィオナが描かれていましたよね。原作ではスパルタスキルがすごいとありましたが、こちらね、絵で見せてカットとなっていました。夜はただ、有利を見てきたことをそれっぽくやっているとのことを誰にも負けないスキルと称えるロイド。再度、アーニャの母親役、ロイドの妻役をお願いします。この時、夜はね、涙を流しますが、原作よりもアニメの方が水分量めちゃくちゃ多いです。鼻水を垂らしているのは原作通りなんですけれども、涙の量が凄まじいことになっています。様々な感情が夜の中にあるのがわかる表現ですね。一方、ホージャー家では、どこか仕込んでいると疑うアーニャ。フランキーが父ちゃんと母ちゃん好きかと聞くシーンは結構思うとこありますよね。これで後ほど回収されます。ミッションであることだったりとか、フランキーの単純な疑問だとも思いますよね。この部分がないとアーニャだけ置いてけぼりな印象なのも補完してくれるのもいいと思います。帰宅したロイドの顎が腫れていることに顎お化けというアーニャ。よく見せてもらいなというフランキーのセリフはアニメでの追加ですね。夜は今あるホージャー家の大切さを感じる場面から翌日、顎の腫れを忘れていて記憶がないため、再び同じ話をしたところも漫画っぽい感じが良かったですね。ここで前半は終わります。細かい部分はカットしながらも原作再現、フランキーのアドリも良かった回でしたね。もうこの原作の名場面をね、すごい見せ方やっぱ変えて、この間を持たせたりとか、表現変えたりとかするところめちゃくちゃ良かったですね。そして後半へ、原作36はミッション36となっています。お買い物エピソードですね。オープニングのカットでもね、その後の描写が映してあって、まあ、原作でも人気の回ですよね。冒頭も原作と同じく、ダミアン、ユーイ、エミールが懇親会について話題を喋っています。ここも原作通りですね。アーニャがオペレーションストリクスについて話す場面、まあ、しっかりね、このオペレーションストリクスのことをスコリリスと言っていて、まあ、リコールスリコールみたいになっていたのも原作そのままとなっています。星8つはね、諦めているの場面は星が落ちていくアニメーションはアニメならではの表現ですね。勉強、運動にバッテンがつくのも同じです。プラン B も厳しいと語るアーニャ。暴力賄賂医者の娘とかカットされずしっかり言ってくれるのはいいですね。ここでベッキーが登場。もどかしさを表現するベッキーがもじもじしてるのはめちゃくちゃ良かったです。これアニメならではなんですよね。好きというくだりはこれ前半のね、フランキーが好きかと聞いた部分から来ていると思います。ちゃんと好きなものを絵で見せているのはアニメらしい表現ですね。結局ね、おしゃれして可愛くなればイチコロという作戦でお買い物へ。ロイド様に会えなかったベッキーは文句を言っています。この振り返り描写も原作再現ですね。そして、マーサがね、今回初登場となります。声優ね、津田翔子さんなんですけれども、まあ、王道のこう、おばあちゃんキャラというか、まあ、オークション声優さんですよね。めちゃくちゃマッチしてました。アーニャがゲン玉たくさんのところは一緒ですね。ゲン玉ってと思いました。ブラックベル CEO との良好な関係づくりのために、ロイドが持たせてくれたものですね。このあたりの階層も同じです。デパートの凄さに驚愕するアーニャ、ベッキーを迎えてくれる人たち。
バーリントコレクションの新作とアニメではなっていましたが、原作ではね、オートクチュールとなっていました。まあ、オートクチュール、オーダーメイドのね、こう一点物の最高級の仕立て服とかいうのがオートクチュールなんですけども、実際のものではないためオリジナルとなっていましたね。あと羊のマスコットいますね。これもアニメでのオリジナルです。これで後ほど出てくるんですけど、ここで登場するのはアニメならではですね。現金を持ち歩かない派のベッキーが百貨店を貸し切りダミアンを落とすために服を探します。試着場面では原作は雑誌の表紙から始まり、原作も非常に面白いでおすすめで、これどうやってアニメ表現するのかなと思ってたんですけれども、アニメまさかのここでアレンジを加えています。少し前に公開されたアーニャのね、テーマソングというかインスパイアソングというのがあるんですけれども、そしてトゥデイというねアニメ PV が YouTube 上で公開されていますが、この BGM を流れながら原作再現をしながら進んでいきます。ベッキーもアクティブに天井から降りて逆さになりながら実況したりとか、めちゃくちゃいい感じでしたよね。最後の方結構カオスなのも原作通りです。アーニャの面影はありません。普段制服で私服 OK になるかもしれない寮ごとのパーティーで見せればいいのところも原作そのままですね。最後この会話中にアーニャが宇宙人みたいな服を着ているのはアニメならではの残し方となっています。ベッキーはハッとします。このニュータイプのようなね、電撃の走り方も原作より派手でしたね。ロイドに見られるかもしれないと思い自分が優先となります。そしてベッキーコレクションが開催。可愛い系の色はちょっと配色が違ったりとか、モード系は化粧が濃いめだったりとかちょっと違いますが、まあ、原作そのまま再現ですね。夜スタイルも似合うベッキー、歓声の表現もオーディエンスも描かれています。その後お買い物は続き、靴、サングラス、帽子、原作再現ですね。アーニャはショッピングしするところも真っ白に燃え尽きています。マーサが買った商品で見えなくなっている場面ですが、これ原作ではね、どことなって、マーサどこってなってたんですけれども、アニメでは声を確認してそこにいるのとなっていましたね。ちょっと違うんですけれどもね。ベッキーはアーニャが何も買っていないことにお買い物が楽しくないとこ不安に思いますが、楽しい、何よりも友達と言ってくれることに感動しています。ベッキーもおそらく、まあ、この後わかるんですけども、この態度でなかなかこう友達ができなかったこともわかるし、アーニャとなんだかんだ気が合うのもよくわかるシーンなんですよね。マーサがこの様子を安心するのもなんか非常にいいなと思いました。ここで羊のマスコットキーホルダーを見つけます。原作ではここでね、羊のマスコットがここで登場になるんですよね。アーニャはこの羊のキーホルダーをベッキーとショッピング史を乗り越えた証、お買い物の記念でと買います。このあたりも原作再現ですね。ベッキーパパ、ブラックベル CEO も初登場です。一流のものといいものに対する新しい価値観をベッキーが体感する場面ですね。マーサの助言で買います。最後はダミアンを落とすため目的を忘れ、ショッピングを楽しみ百貨店を後にします。帰りの車内でマーサがベッキーの過去を思い出しますよね。もうマーサの名言ですよね。物事を、他人を知ったつもりになってはいけません。まずそれをやめることが大人への第一歩ですよね。これね、子供に言うことというか私たちも言えることですよね。アーニャとベッキーが出会い、これから変わっていく、アーニャの姿を見て変わっていくのがわかる名言ですね。回想は映画のようなカットでめちゃくちゃ良かったです。まさかのキーホルダーが10万円くらいで高すぎて衝撃を受けるロイドの後、イーデン校へ。お揃いのキーホルダーで投稿するアーニャとベッキー。その楽しそうな姿を見てダミアンがときめくというこの構成ですよね。結局おしゃれしてダミアンを落とそうとしたけど、お買い物でこう友達としてのこうつながりが、ね、深まったこととか、その思い出と人そのものがダミアンの心を動かしているということが深すぎるオチで幕を閉じます。もう前半も後半もどちらも名エピソードですね。アニメの表現もめちゃくちゃ良かったです。原作を超えたと言っても過言ではないかなと思います。母の強さ、人と比べたりとかいう部分だったりとか、後半はマーサの名言もお腹いっぱいですね。トバリ界はね、復帰崩壊でしたが、こういうエピソードもスパイファミリーの面白いところですよね。改めて感動しました。次回ミッション25、おそらく最終回だと思いますが、ファーストコンタクト、ドノバン・デズモンとの接触までになりますね。いやー寂しいけど、ここも面白いところです。今後の展開なんかもいろいろ予想していこうと思いますので、また動画等ね、よろしくお願いします。ぜひ皆さんの第24話の感想や、ここも違った、ここも良かったのであればコメントいただけると嬉しいです。今回は以上になります。やめてみてやってください。さようなら。